みんなの自転車のチェーンは何足用かなうちのこいつは9足だ !B、ほーしですあら、雷ビカビカしてる。ということで多分今から、ね、ゲリラ豪雨的なものが来るんでそれを天気予報で昨日見たから昨日こいつで山に走りに行ったんですよ。じゃあなんかちょっとね調子悪かったんですよ。で帰ってきてから。 ホイール入れ替えて、これ街乗り用タイヤですけども、ホイール入れ替えて、買い出し行って、帰ってくる途中で、あの、チェーンがパン、パだから山で走ってた時も、なんかやたらチェーン落ち,ちゃたんですよね。ちょっとクランクとかも傷ついちゃいましたけど。だからなのか。ピンが多分ずれとったんやろな、走ってる時で。で、帰ってきて買い物行って帰りに、パカーンってなった。一応回るのは回るけど、 やっぱり違和感がコリコリ出てるあ。変な風になんか引っかかりがあるんですね。まあこの状態はマウンテンバイクのクロスバイクモードなんで、このギアの大きさは別に変じゃないんですけど、今時のマウンテンバイクのギアってもうちょっと大きいんですね。だいたいこのディスクローターより小さいっていうことはもう小さいんですよ、ギアが。今あの12速でもここのないからな。完全にこのディスクローターが横から見たら隠れんねん。これ結構目安になります。で、こいつはあのー、20年前、そうそう。 なんかあの去年の暮れぐらいに5,000円で買ってきた20年ぐらい前のトレックのマウンテンバイクについてたやつだからそのトレックの古いーー自転車についてたパーツのシフター一式変速機一式がこれ,はこれも20年前ねこのスプロケットは違うけどメインのホイールについてるやつはその20年前のスプロケットでもちろんシフターも20年前でも,もちろん全部 <laughs> 消耗品の最たるやつを20年もの使ってる なんかまあ限界なんでしょうねいや新しいの買うかなと思ってるけどねちぎれるまでは使おうと思ったら,あら4か月ぐらいか11123まあ4か月半ぐらいでちぎれてしまったあだからそのギアがちっちゃいからもうフルパワーで思いっきりグーって体重全体重かけてグー,キーてで前も言うたかもしれませんけど僕の脚力が強いんですよここれこれ伸ばす測定方法あるんですけど 力力伸ばす力これ右102やったかな左98とかでとにかくあの平均の日本人男子がこれこれは60ぐらいしかないらしいんで俺100あるで <laughs> だからその100あるパワーを100あるパワーちょっと上り坂な百100あるパワーでこう踏むと踏むでその時にまたさらにこの全体重かけるパワー2倍。 そしてその,あの森を走っている山の中とか森を走っているとちょっとやっぱりあの平地とかオンロードとは違うアドレナリンが出ますやんブーストかかります3倍ですとかでウォーズマン理論でこの足のパワー1200万パワーになりますんでまあチェーンパーン太い急速チェーンもパーンバッファローマンの常やなわ <laughs> かるかな 上から見たら一目瞭然です。ま、あここやな。こう。駒がピンから抜けてるんで、ね。で、こっちも。ね。触っても全然油つかないオイル塗ってないのも一因かもしれん。20年分のチェーンの伸びを測ってみましょうが、まあ、こういう測定ツールで測るんです。こっち側をまずかけて、この、ここが、 下までスポット入ったら新品はスポット入るんですけど全然入らない <laughs> これ伸びてるから入らないねえ抑押さえつけても入らないの伸び伸びなってるやんけ。こりゃダメだ。基本的な情報ですが、なんでチェーンが伸びんねんというのは、まあこういうことになってるわけですね。穴開きのところにピンで止まってるなだ。この、使ってるうちにこの穴が広がっていくね 広がり言うても、こう穴につき0.1ミとかそんなもんですけども、これがいっぱいあるから、まあ、100個以上あるから、0.1広がると、かける100で、1センチってことになるのね。もう1センチ伸びたら飽きません、全体で。ずれていきます。ちなみに、2024年4月現在の急速チェーン。おいくらぐらいはい。同じ型番、あ、HG93。これが完全同じもの。 一時さんが Amazon、えー、で2636円。結構さ、結構高い。まあ、個人的にはこれかな。えー、マノスラム K、KMC。KMC の X9 か。1014円。これ発足かな。急速はもうちょっと高いかもしれません。アリエクスプレス。だこれ、あの、中華から送ってくるんで、時間がかかるんだ。2週間後ぐらいちゃう届く。で、この、アリエクスプレスはアリババ系で、こっちのテムはね、PDD やったかな。 アリババ系より後発の中華の通販ストアで今、えー、2023年11月くらいから日本進出したのかな服とかめっちゃ安いねで送料無料やな、ね、こっちの俺使ったことないから届く時間がわからないあお安いよ安いやんと思ったからこれピンだけやった <laughs> ピンも850万しいやヨドバシで買ったら3030円でポイントやからまあ 1> 1割ポイントとしてまあアマゾンで買うのと変わらな早く欲しい正義品早く欲しい人はこれアマゾン更新で買ったらいいんちゃないますかこれより細い12足チェーンや11足チェーンがかつて俺がもうすでにパキった記憶がありますが急速もここに食わってしまったかウォ、まあ、ーズマン理論やな <laughs> あんまりねほんま山道て全体重重きかけるのよくないないつも同じパターンでやってるもんな で、まああの、一応もう新しいの買った。中華サイトで買った。<laughs> 中華サイトであの安いの買った。20年ものにしては錆とかはほとんどなかった。多分ね、室内か屋内保管にしてないのかな。屋根付きのところで注意してたんちゃうか。まあ20年雨ざらしやったらこんなもんじゃ済みませんからね。まあ何回もやってますけど、こういうふうにそのピンを完全に落としきらずに寸止めにしといて、これをつなぎ合わせるとね。 9足なら太いんでこれでもさほど問題はない11足とか12足とかはまあこれは必須でしょう。えーマジかなんやたられとんのか工具のピンが折れたんだけどこれはおいどこだねこれも金属疲労うわー天罰ケチケチしてるから天罰 仕方ないもう携帯工具についてるこれ使うしかないなよしよしなんとかつなぎ直したでもやっぱりあれなチェーン伸び伸びになってるからやっぱりはとびする感じかな1週間ぐらいは持ちゃいいかな次の新しいチェーンが来るまで12回走って大丈夫やってるあら1箇所どころじゃなかったわおいおいおいここもなってるやん 見直したら4箇所ダメになってたからもうこんだけチェーン抜いたぞめっちゃ短くなったチェーンあの小さい方のギアにかかってる状態でもうディレイラーが若干怪しい絶対短すぎるパツパツにしてみるあいけるいけるおおっ お乗った <laughs> またまたもチェーンチェーンパ音オになってるけど戻るよな戻るんなら大丈夫ですねあな何とかなりそうやなうわなんか動き悪いわまああの経年でしょうね金属疲労とかもあるかもしれませんがなんか横横がなんかもうカポカポしてる <laughs> なんと4箇所もピンの外れと変形がありました でチェーンだいぶ短くなりましたが一番大きいギアに上げてもなんとか戻ってくるんで山、まあ、1回か2回ぐらいならいけると思うケチくさいな <laughs> いやいやいや違う違うね違うね買おうと思えば買えんねんで、ね、ただこれ20年ものチェーンがどんぐらい持つんかっていうのは検証ね検証ね検証ね,検証ね結果4ヶ月ぐらい山と町の平洋で4ヶ月ぐらい持ちました半年も大変か いいやいや検証なんです検証で今急速チェーン3000円ぐらいでしょこれあの毎年5月に恒例の島の値上げがあったら三千、うん、<laughs> 3500円とかなっちゃう怖い怖い怖いほなまた急速チェーンでも3000円か結構痛いなうん